それでは、えっ、ー、と、第4回目の電気回路論のお話になります。あの、前も申し上げておりますが、っと名古屋大学でやっていた、えっと、講義の一部をですね、ちょっと切り取って、こうやって、皆様に、えっと、共有させていただこうと思っております。ご参考、皆様のご業務とか、弁学のご参考にされていただければと思っております。今日のテーマはですね、えっと、単エネルギー回路と副エネルギー回路ということで、 その、えー、と違いとか、それの、えー、と回路解析の方法とかについて、えっ、ー、と、議論していこうと思います。では、次のページから本題に入ります。えっと、ここからが単エネルギー回路と副エネルギー回路の、まあ、えっ、ー、と、違い、定義について、えっ、ー、と、解説したページになります。 次のページには具体的な回路の例を示しておりますが、27ページのところに副エネルギー回路の過渡現象ということで、L と C の両方を含みというふうに書いてありますが、実際にはですね、副エネルギー回路でも、そこの真ん中の方に書いてある通り、L と C のどちらかが2つ以上回路中に存在してもですね、これでも副エネルギー回路になります。 非振動型と呼ばれるものです。そして、さらにですね、L が2つ以上存在し、互いに結合というふうに書いてありますが、これがまさに、えっと、トランスを使った、えっと、過渡現象になるわけです。で、ここ、えっと、その解析は教科書の31ページからというふうになっております。我々今まで一番上の単エネルギー回路をやってきて、 今日はこの非振動型の副エネルギー回路をやって、次回にえっと振動型をやっていくというふうに3段階に分けて、細かく現象を追っていこうと思います。まあ、そこに記載してある通り、副エネルギー回路は微分方程式としては非常にえっと複雑になりますので、えー、前々回の後半であった直感的解放というのが非常に困難になります。 ですが、まあ、えーと、常に物理現象は予測しながらぜひ、えっ、ー、と、解いてみてください。今回も最初に物理現象を予測して、その、えっ、ー、と、解を数式として合わせ込んでいくと。そういった流れで解説をしていきます。で、でここに示してあるのが、その、えっ、ー、と、具体的な回路の例を示しています。回路分類としては上側から単エネルギー回路、副エネルギー回路の非振動型。 複エネルギー回路でも、えー、非振動型または振動型という、えー、分類になっています。微分方程式としては2回以上の形を取るものは非常に、えー、解放が困難ですので、まあ、えー、その解放についてまず、えー、簡単に一般化したものを説明していきます。 で、二回微分を含んだ副エネルギー、えっと、回路の微分方程式の解法について一般化した説明を、あの、5ページと6ページでしております。まあ、参考までに、えっと、見てみてください。えっと、まあ、えっと、次回から、まあ、こういった解法で具体的にやっていくんですが、えっと、前、まあ、から読んでわかるように書いてあるのでいいかな。特性方程式。 を求めて、えー、っと、それらを、えー、っと、P 事情と P に置き換えて、えー、っと、解析していくという流れをとっています。で、まあ、えっと、次のページの、えー、っと、実際にその回を見て、えー、っと、どういった物理現象になっているかという、えー、っと、視点が大事なので、そこをちょっと解説していきます。 で、ここの、えっ、ー、と、特性方程式の根を P1、P2 というふうにすると、求める回は一般に次のような形になります。で、まあ、重根の場合が、まあ、あの、かなり特殊な事例でして、基本的には、えっ、ー、と、物理的には、この、えっ、ー、と、振動型と呼ばれるような、えっ、ー、と、P1 と P2 が、えっ、ー、と、 イコールでではないい場合が多いですでこの時はエクスポーネンシャルが P1T、エクスポーネンシャルの P1T と P2T の形で示されると。これは、えー、っと、先ほど2つの L とか2つの C、もしくは L と C という、えー、っと、それらが混在する場合に、えー、っと、こういった回。 えっと、副エネルギー回路になるというふうに、えっと、示しましたが、えっと、二つ、エネルギー蓄積要素。エネルギーを蓄積する要素なんですね。この L と C は。二つあると、ここにそれぞれエネルギーが独立して、えっと、溜まったり、えー、解放しえっと、放出したりという、そういった、えっと、独立したその、まあ、重放電が、 繰り返されるわけです。で、その挙動を、独立した挙動を示しているということになるわけですね。で、まあ、えっ、ー、と、かなり、あの、見ての通り複雑なので、まあ、ここに、最後に書いてある通り、解析自体は数式に頼るしかないんですが、直感的な、えっ、ー、と、大体こうなるんじゃないかなっていうところはですね、えっ、ー、と、工学者としては、えっ、ー、と、ある程度予想ができますので、その辺を最初に解いて、 その後に数式を解いていきましょう。では、次のページに具体的な事例を示します。では、えっ、ー、と、この例題に示す、あのー、過度現象を求めていくわけですが、えっ、ー、と、これは32ページに、えっ、ー、と、教科書の32ページに示してある、えっ、ー、と、相互誘導回路と、えっ、ー、と、同じ形をとっています。 でまあ、この教科書の通り解いてても、えっと、いいんですが、まあ、それは教科書を読んだらわかる話なので、えっと、あえて、えっと、物理現象を追いやすくするために、えっと、I2 の向きを逆にしています。これで、えっと、ぜひ、えっと、解いてみてください。そうすると、2>, はい、2通り、えっと、演習として解けますので、皆さんの力がつくと思います。えっと、今回、えっと、この解説では I2 をこういう形に解いてみて、 まずは i1 と i2 がどういった形になるかっていうのをですね、えー、と予測するトレーニングをまずつけて、その後に数式解析をしていきましょう。ここでは、えー、と図1と図2のように結合した回路と結合してない回路をそれぞれ、えー、と示しています。一次側だけで構成される図2の回路と、 それから、えっと、二次側の回路を含んだ <laughs>、図一の回路。<laughs> で、それぞれがどういった形を取るかというのをですね、ちょっと考えてみてください。<laughs> 特に重要なのは、i1 と i、あ、i1 と i10。この関係、どっちがどういう形になるだろう。微妙な違いがあるんですね。 この違いをちょっと頭の中で予測してみてください。結合することによって、i1 が i 1ロに変化するわけ。まあ、i, I 1ロが i1 に変化するわけなんですけど、どういった形で変化するかを予測してみてください。 大体こういった i1 と i10 がこういった関係になるっていうのが、えっ、ー、と、まあ、予測できましたでしょうか。まずはですね、えっと、結合すると、コイル L1 の時速を打ち消すように i2 が流れるわけです。そうすると、L1、え、は、っと、まあ、マイナス M という形で、えっと、 時速がち、少なくなるんですね。で、これで、えっ、ー、と、コイルの逆起電力の発生するポテンシャル L1 の値が減少することになります。L1 が減少するということは、そこの上の方に書いてある時定数が、まあ、えっと、小さくなるんですね。時定数が小さいということは、早めに立ち上がるということで、えっと、I0 に対して、 えっと、i1 は早めにそうやって立ち上がっていくような、えっ、ー、と、回路が頭に描けるとバッチリです。また、i2 はですね、えっ、ー、と、一回電流が流れ出すんですが、またゼロになります。なぜな、なぜかというと、その前の、えっと、ページの、えっと、L1、巻物、コイルは基本的には、えっ、ー、と、無限大では、えっと、スイッチがオンの状態になります。 理想的には導通、同通えっ、ー、と、導線になるわけですね。同線では逆起電力は発生しませんので、そこに、えっ、ー、と、電圧を発生しません。そうすると、L2 にも電圧を発生しないので、結局起電力が起きません。従いまして、I2 は無限大、t が無限大の時には、ゼロになると。いうことで、一回持ち上がるんですが、ゼロから持ち上がって、またゼロになる。ですから、大体こういった。 波形を描くだろうということがが予測ができますこういった、えー、とまず直感力を働かせて初めて数式に取りかかるようなそんなトレーニングをぜひ積んでみてくださいでは次,次からはシャンシャンと,、えー、と解析を進めていきますまあここからはまあもう書いてある通りえっ、ー、り読んだら分かるようにあのしているんですが えっと、一番上の式が、えっ、ー、と、先ほどの図2の方ですね。図2の回路で、えっ、ー、と、下側が図1の回路になります。マイナス M という項が入ってきて、これによって、えっ、ー、と、電圧、えっ、ー、と、発生する、えっ、ー、と、電圧が下がるわけです。まあ、そういったところを、えっ、ー、と、まあ、示しています。 で、えっ、ー、と、あとは組み合わせですね。二式を組み合わせて、えっ、ー、と、まあ、発生する電圧がそうなるっていうところはもう電気回路として皆さん学んでると思いますので、この辺をさヨンサんと回路法で式を出せて、えっ、ー、と、4の4のように、式の,のように組み合わせていきます。 で、あとは解析ですね。えっ、ー、と、両辺微分して、さらに組み合わせていくと。そうすると、えっ、ー、と、i1 よび i2 に対して、独立の式を得ます。そうすると、えっ、ー、と、i1, i2 に対して、えっ、ー、と、微分方程式を解いていくと。微分方程式の解き方は、今までやった通り。まずは、えっ、ー、と、微分項を0に置くと。いう形で、えっ、ー、と、求められます。まず、定常解を求めて、過渡解を求めていくと。 いう形になります。で、えっと、まず、えっと、次のページ行きましょうか。定常回と過渡回一般回は次のページになります。で、定常回と、えー、っと、それぞれの i1 と i2 の定常解、i1 と i2 の過渡回をそこにして、示しております。で、まあ、もう今まで何回もやってきた通り、一般回 i1 と i2 というのはこの定常階とか都会を足し合わせたものですので、まあ、それらを足し合わせると4の7のようになって、まあ、ここで、えっと、P1P2 はえっと4の8のようにえっとなりますと、まあ、細かくあと細かい計算になるんですが、えっと、こういった形になると。 で、えっと、重要なのは、先ほど、これ、副エネルギー回路としても、先ほどの i1 と i2 の波形はですね、振動してなかったですよね。で、非振動型になります。で、この回からも、えっと、ここに示してある通り、トランスにおいて L1、L2 の掛け算は M、えっと、M2 よりも、えっと、非常に大きいので、えっと、必ず結果としては、えー P1 と P2 はともに負の実数になり、えっと、非振動型となるという形になります、まあえっと。あとは子供は解をシャンシャン求めていくんですが次のページいきますで。ここで初期条件は、えっと、インダクターマ、まあ えっと、トランスもそうなんですが、インダクタンスを、えー、と含む回路ですので、t イコールゼロで、えーと、スイッチは0ですね。あの、あのスイッチがオフの状態ですね。そうすると i1 も i2 も0、えー、になります。その、まあ、条件を入れていってやると、そこに一番上の回路になりまして、で、abcd は、えっ、ー、と、それぞれ比較することで、えっ、ー、と、そういった形になります。 で、えっ、ー、と、求める i1 と i2 が、えっ、ー、と、自然に求まるという形になるわけです。で、求める、えっ、ー、と、最終的に求める電流 i1 と i2 はその、そこに示すような形になりますと。これがあれですよね。えっ、ー、と、振動しているかどうかっていうところは、 この数式だけ見パッと見ても分かりやせいんですよね、こんなんね。で、そうすると、さっきみたいに、まず数式を解く前に、I1 と i いがどういうふうになるだろうっていうふうに、えっ、ー、と、予測することが、えっ、ー、と、工学者としては非常に重要なんですね。これ、この解析だけして、えっ、ー、と、これを、えっ、ー、と、例えば、あの、マスマティカとかですね、そういった、あのー、 まあ、ドラブネム何でもいいんですけどそういったソフトウェアに入れてあると、まあ、波形は出るわけですよでそういった数値計算にた数値計算ソフトに頼るようなことをしてもいいんですけど、えっと、応用が効かなくなりますですから必ずこういった、えっと、トランスの、えっと、非振動型これ、えっと、抵抗成分等を含んだこのトランスの、まあ、ピーク電流とかそういったものが 頭の中に、えっと、描くことができるようになりますので、ぜひ、えっと、こういったあの非振動型の副エネルギー回路についてもですね、まずは直感力で、えっと、イメージができるようにトレーニングを積んでください。そのために演習問題というものがありますので、今、岡先生が出されているあの演習問題も自分で折って確認をしてみてください。ちょっとこれと変形盤状みたいなのが出てますので、 まあ、えっ、ー、とー、この講義ではですね、えっ、ー、と、実際にその皆さんがこういったところで使えるんだっていうその応用分野も随時示していこうと思いますので、こんな回路ってどこに使うんだっていう話がありますが、えっ、ー、と、実際に使われている回路はですね、えっ、ー、と、車応用において、まあ、えっ、ー、と、今日本の経済を支えているのは車、 のえっ、ー、と産業ですから、車産業なんでまあ、そこにちょっと焦点を合わせて紹介していきます。今回はですね。えっ、ー、と分解対象はえっ、ー、とこの日産のリーフにあります。えっ、ー、とうちではですね。ま都、あ、市1年に1回ぐらい、学生さんと一緒にですね。うちの研究室ではみんなでこう車をバラしていくんですけれども。 えっと、これは去年ぐらい、一昨年かなぐらいにばらした、えっと、内容ですね。現行型のリーフと、初代リーフもばらしたんですが、まあ、そこの、えっと、解析結果から先ほどの、えっと、副エネルギー回路が含まれている、えっと、回路がありますので、そこについてちょっと簡単に紹介していきます。まあ、か、えっと、リーフは、まあ、こういった、えっと、スペックになっています。 で、日産リーフのスケルトンモデルがそこに示してありますが、えー、っと、駆動系ですね。えー、っと、エンジンに相当するところはフロントエンジンのところにマウントされておりまして、これインバーターとモーターという形になります。電気自動車なので、エンジン部分がそういう形になって、で、ガソリンタンクの部分がまさにえっとバッテリーになるわけですね。 バッテリーは、えっ、ー、と、そこに示してある通り、えっ、ー、と、各、あの、ホイールベース間の腹のところにマウントされていますね。基本的には、えっ、ー、と、まあ、フォルクスワーゲンの ID とか新しい電気自動車は、リア駆動になってるんですね。リア駆動にしてタウンユースカーに特化したような形をとってますが、日産リーフはコストの関係から、今までのフロントの まあ、えっと、日産のノートですね。ノートとノ、ノートの生産ラインを使うことから、ちょっと FF チックなフロントエンジンの、えっと、フロントドライブですね。その、えっと、携帯になっています。その駆動系だけをちょっと抽出した形のものになってまして、まあ、これバッテリーを今から勉強する人たちもいるかもしれないんで、まあ、書いておりますが、 こういったバッテリーと、まあ、フロント側が、あのー、一番上と、えっと、真ん中のところにインバーターがあって、一番下側が、これ、えー、っと、減速器、えっと、ミッションに相当します。減速器とモーターになっております。今回、えー、っと、解析対象、先ほどの副エネルギー回路はどこに含まれているかというと、一番上側ですね。一番上側の、 えっと、ボックスの中にえ、黒い樹脂で囲まれたボックスの中に含まれています。今からそれを分解していきます。えー、その樹脂で囲まれたボックスが一番上,上にあります、絶縁型の DC-DC DC コンバーターとバッテリー充電器というふうに書いてありますが、そこですね。そこの下側に酸素インバーターといわ言われるインバーターが搭載されています。で、えー、っと、 先ほどの大容量バッテリーは 360V なんですが、そこに 12V のバッテリーもありますね。なんで2つバッテリーがあるんだっていうところがあるんですが、電気業者なのに。えっ、ー、と、ワイパーとかヘッドライトとかそういったものはですね、実は 12V、今までのインフラを使う、鉛蓄電池の 12V の電圧で駆動するものも多いので、まあそっち側と、えっ、ー、と、大出力の、まあ、モーター、大容量モーターで、 タイヤを駆動するためのモーター駆動用の電圧 360V の2つのバッテリーがあるわけです。で、その2つのバッテリーを仲介する具体的には大容量バッテリーからこの鉛蓄電池へ、えー、と電力を給,給電するための絶縁型の DC-DC コンバーターと言われるものがあります。で、この 360V っていうのは、えっ、ー、と、欧州の規格で 60V 以上は絶縁しなさいよと。 いう、えー、と企画があります、まあ、電圧があんまり高いとですね、えー、と雨の日に、えー、とおばちゃんのとかが買い物から、あのー、リーフに帰ってきてバチッとこう手を触るとですね、感電して左手で触るとそのまま心臓を通過してアースされますんでそれで死んじゃうってことがあるので絶縁するという安全対策のために絶縁といわれるものが必要になります。 この安全対策のための絶縁に使われているのが先ほどのトランスと言われる部材になります。今から具体的な回答をお見せします。まずはこの一番上側の樹脂のところをボコッと取り外します。その写真が次になります。で、これが樹脂をボコッと取り外した部分になりまして、 バッテリー充電器というのが OBC というふうに書いてあると思います。この OBC と言われるものがオンボードチャージャーと言われるものの略でして、先ほどの大容量バッテリーを充電する、えっと、装置になります。系統側、えっと、コンセントにつないで、そこからバッテリーまで給電する、えっと、ループになるんですね。で、先ほど申し上げた絶縁の DC-DC DC コンバーターもそこにございまして、えっと、赤線で 赤の点線、左側に囲われた部分になります。今日はですね、えっと、ここの絶縁の DC-DC コンバーターのところでもいいんですが、オンボードチャージャーにも絶縁の DC-DC コンバーターが搭載されているので、今回は、えっと、それをバラしたものをお見せします。次のページに具体的な回路等を示します。で、前も示したかもしれないんですが、これが、えっと、オンボードチャージャー。 えっと、バッテリー充電器の、えっ、ー、と、透過回路に近い、えっ、ー、と、ブロック図になりますね。炭素 PFC コンバーターで2 0 0ト系の、100V から 200V 系のユ,ユニバーサル入力に対して、えっ、ー、と、ワールドワイドの入力ですね。えっ、ー、と、それに対して、1回 400V の電圧、直流電圧を使う、えっ、ー、と、作る PFC コンバーターと言われるもの。 この 400V から絶縁して 360V を発生するような絶縁の DC-DC コンバータと言われる2つの装置になります。この絶縁の DC-DC コンバータに今日は着目して、えっ、ー、と、話を、ちょっと、えっ、ー、と、分解結果をお見せします。まあ、ここ、ちょっと PFC コンバータも参考までに記載してあるので、まあ、 ああこうなってんだっていうのはちょっと遊びで見ておいてください。後で部品もお見せします。で、これが、えっ、ー、と、オンボードチャージャーの、えっ、ー、と、外観になっておりまして、えっ、ー、と、後段 DC-DC DC コンバーター用の絶縁トランスって言われるものが上側の真ん中のところにあると思います。非常に大きいですね。この、えっ、ー、と、部材の中では非常に大きな部類に入る、えっ、ー、と、部品になります。 車に搭載する部品として大きいというのは致命的なんですね。これをいかに小さくするかというのが工学者としての一つの、えっと、設計の腕の見せ所になるんですね。このトランスをきちんと解析する必要があります。この絶縁の DC-DC コンバーターと言われるものは、えっとどう、具体的にどういった回路になっているかをですね、ちょっと PFC コンバーターを、えっと、取っ払ったあの簡単な回路を次のページでお見せします。 で、ここで示しているのが、えっ、ー、と、オンボードチャージャー用の、バッテリー充電器用の絶縁の t c 自主コンバーターになります。絶縁トランスが真ん中にありまして、スイッチがいろいろありますね。で、二次側はダイオード。すなわちダイオードもスイッチも、だいたいスイッチと、えっ、ー、と、なんとなくの抵抗成分として見ていただいたらいいので、 これ一次側は先ほどの副エネルギー回路と同じ形になっていることに気がつきますかね。えっ、ー、と、具体的には S1 と S4 をオンすると電流がぐーっと流れ始めるんですね。で、そこの導通損失の抵抗成分とスイッチというふうに見ることができると一次側。まあ、二次側も、えっと、こそこのインダクター の部分も含めてですね、えっ、ー、とトランスとして考えて、平滑用キャパシタは普通のバッテリーとして考えたり、短絡したものとして考えてもらうと、えっ、ー、と、大体同じような回路になっていると思います。先ほど申し上げた通り、絶縁のトランスを非常に小さくする必要があるんです。で、このトランスの設計には流れる電流がどこまで ピーク値としてどこまで流れるかというのをですね、えっ、ー、と、解析することが一番重要になります。で、ここのスイッチはですね、1秒間にだいたい、えっ、ー、と、10万回以上のスイッチングで、えっ、ー、と、スイッチオンオフされますので、完全にこれは過渡現象で動きます。で、この過渡現象を細かく解析して、トランスにはどれくらいの電流が流れるだろうというのを解析し、で、このトランスが飽和しないように、なおかつ、 小さくするという設計ができるかどうかが鍵になるわけですね。そのために我々あの副エネルギー回路のトランスの設計をやっているわけです。まあこれ一つの応用事例ですが非常に重要な、えー、と回路なので、まあ、今回あえて紹介いたしました。ご興味がある方はですねまた、えー、とメール等いただければいろんなお話ができるかと思います。 あと、こっからは余談なんですが、えっ、ー、と、PFC コンバーターに使われる部品っていうのはこんな形をしてるっていうのもちょっとお見せします。えー、半導体ってこういう形してんだとかですね。えっ、ー、と、コンデンサーもこんな形をしてるんだっていうのをですね。ぜひ、えっ、ー、と、見てみてください。次のページは、まあ、名古屋大学は半導体が非常に強い大学なので、実際の半導体というのも、まあ、実際に、えっ、ー、と、半導体がどういうふうに 設置されているかについてもちょっと次のページに紹介します。まあこれが、えー、と半導体と言われるものがこうやってずらーっとこういうなんか四角い樹脂で風刺された半導体がですね、並んでるんですね。実際にはこの、えっ、ー、と、風刺樹脂の中身の半導体のチップを、ペアチップをですね、皆さんは解析したり勉強したりしてるんですけど、 実際に製品としてはですね、こういった形で配置されます。で、冷そこの、えっと、下側に、えっと、絶縁のシートがあって、それから、その下側に冷却のアルミダイキャストがあると思いますが、まあ、こういったところの放熱設計については、半導体でどれだけ熱が出るんだろうとか、そういった解析とかも、えっと、今後、やっていく必要があるんですね。我々は、電気回路の解析として、まだこの、ちょうど、 最初の入り口に立っているところです。ですからまあ、このあたりの解析は、えっと、ぜひともですね、えっと、すんなり進めていってもらって、半導体が、を含んだ、今から、えっと、さらに難解な電気回路がどんどん出てきますので、そういったものが、えっと、自由に解析できるように、今のうちに電気回路をトレーニング積んでおいてください。あの、ちょっとアップのペースが、 えっと、遅くなって申し訳ないですね。ちょっとこういった物理現象を一生懸命入れようとして、あのー、かなり、あのー、苦労していますので、ちょっと今しばらくお待ちください。えっ、ー、と、講義の、あのー、講義までには必ずアップするようにしておりますので、えっ、ー、と、講義のペースで、えっ、ー、と、まあ、ちょっと解析、ゆっくり解析をしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。